北村京一9月9日から2006年3月13日は日本の指揮者。オペラや合唱の分野で活躍した。小倉市で3人兄弟の末っ子として生まれ、生後感もなく大阪へと移り住んだ。少年時代に戦争が激化し、母の実家のある高知市に疎開し生活する。その後大阪へ戻り、1950年に、 関西学院大学経済学部に入学。在学中は、関西学院グリークラブの学生指揮者に就任し、1953年の第6回全日本合唱コンクール全国大会大学部門に同団を指揮して出場、優勝を果たす。卒業後は、福永洋一郎の誘いを受けて、東京コラリアーズに歌手として入団し、後に指揮者として活躍。 1960年には藤原歌劇団に入団。藤原歌劇団退団後、1968年からは2機会合唱団常任指揮者。1970年には2機会合唱団専属指揮者となる。指揮法を森忠氏、打楽器を今村幸雄に指示。2006年3月13日、肺がんのため逝去去年74。 最後のステージは、同年2月26日に行われた、第74回関西学院グリークラブリサイタル、における、関西学院高等部グリークラブ、関西学院グリークラブ、新月会の合同演奏で、ただた彦作曲の男性合唱組曲、雨。大勢の観客が見守る中での車椅子の式であった。関西学院大学を死亡したのは、 両親が熱心なクリスチャンであったこと、高知市に疎開していた時期に管学グリーンが高知で開いた演奏会を聴いたことがきっかけである。学生指揮者に就任する際、それまでの指名制に代わって部員全員による新任投票によって選出された管学グリーンにとって初めての学生指揮者である。合唱では特に黒人霊下の指導と指揮に実績があった。 ただた彦作品の大半を指揮し、作曲家本人も絶大な信頼を寄せていた。また、新作の初演や歌曲、オペレッタ、ミュージカルなどの編曲を通して特に男性合唱や女性合唱のレパートリー拡大のために努めた。福永陽一郎と共に男性合唱団のために編纂したグリーンクラブアルバムには彼がアレンジした曲が数曲含まれている。 指揮者と同時に、優れた教育者でもあり、たくさんの優秀な弟子を輩出した。神戸市根性合唱団主席指揮者、東京 FM 少年合唱団主席指揮者、関西学院グリークラブ技術顧問、新月会会長、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団客演指揮者、上智大学グリークラブ常任指揮者、立教大学グリークラブ指揮者、アラウンドシンガーズ音楽監督、 日本指揮者協会会員、日本演奏連盟会員を務めるとともに、多くの学生、一般合唱団の指揮、指導に当たった。また、彼の指揮による録音も多数行われた。ありがとうございます。